鴨形町は、岡山県南西部の浅口郡にあった町。2006年3月21日、浅口郡内の根高町、寄島町との合併により、浅口市となり、その中心地として、市役所本庁が置かれている。うちは、旧鴨形町からの通算1955年4月1日に六条院町と、合併主鴨形町に、町の中央部は、比較的平坦である。 中央部を挟み込むように南部と北部は山林となっている。西下東吉が1912年8月事業許可を受け、浅口電機を設立し、発電所を六条院村に建設。1913年10月に事業開始した。供給区域は、寄島町、鴨方村、黒崎村、三和村、六条院村。 1922年6月中国水力電機に合併電気事業要欄。第6回日本全国諸外社役員6第23回電気事業要欄。第17回諸見里忍公式ウェブサイトプロフィールよりありがとうございます